パチパチパチって言ってくれてる、まあ、あれがいいって。あの即興はどうです、即興ソング。あー今 ね最近やってる私。あ本当に、うんうん、ちょっと今やってみようよ即興ソング。今やんの、うん、今やんの。マジか。じゃあ後でやる。あのゆりちゃんが弾いて私ここで歌うわ。あそういうやつ、うん、あそれぐらいやったらいいよ。勝手に歌詞考えるの得意だもんね。人を詐欺師みたいに言うなよ。すぐちゃちゃっとやるよねみたいに言うなよ。ちゃちゃっとなんか、あじゃあそれ後半でやろう。いいだからみんながくれた言葉で、うん、ゆりちゃんがちょっと弾いてって、うん、私があのちゃちゃって作るわ。そうね、ちゃちゃっとやってみよう、うん。じゃあその前にですね、そうゆりか様、あの約束通りですね、はい、ボスニアに行ってらっしゃる、はい、あそうよそうよ、児玉梢さんから動画が届いてますので、うん、そちらをちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。こちらです。はるちゃんゆりか様、お久しぶりです。児玉梢です。今私はボスニアのクレンバコフという村で壁画制作を行っています。アトランティスという建物の中に3枚の壁画を制作中です。今後ろにある壁画は3メートル ×12 メートルの壁で、5月の11日からスタートして今週いっぱいで完成させる予定です。4月の1日にボスニア入りして、今2枚の壁画を完成させました。村の様子や、この壁画制作の様子を今から見ていただけたらなと思います。どうぞ。私のツイッターやフェイスブックのページでアップしてますので、よかったら見て応援してくださいね。この後はまたドイツの方でもライブペイントを行って、6月の中旬には日本に帰国する予定ですので、また帰ったら番組の方にお邪魔させていただけたら嬉しく思います。ではまた会えるのを楽しみにしています。すごいね、あの量の壁画が。1週間で描くんだね。でも3つ描くってことでしょ、だから1ヶ月ぐらいでしょ。いや梢ちゃんってほんとすごいね、うん、あれ、うん、ご自身で全部撮影されて編集もしてこの動画を送ってきてくれたの、すごい。いやたくましいなって思うよ本当に。なんか直前はちょっと不安がってたんですよ。そう、私フェイスブックでさ、なんか梢ちゃんの様子とか見てたら、うん、なんかもう行くのがやっぱりね、知らないところに行くのがすごく怖いみたいな